絡めて流される cm ほとんどの場合、自報音の直前に、が、罰辞をお知らせします等の文言を用いたスポンサーの CM が挿入され、後の自報音と関連した構成をとる。クオーツ時計の普及前には最も聴取率が高く、レートもステータスも高い CM 枠の一つだったが、ステブレレス編成が多用される現在では、 番組編成上の邪魔扱いされることもある。日本初の時報 CM は、1951年9月1日7時に、中部日本放送で流された、成功者提供のものである。県域放送で流れる、地元一流企業の伝統あるものが多くを占める。一方、スジャータや政教新聞、ヨドバシカメラ、ユニーグループホールディングスのように、全国展開し、各局で、 同一のものが聞かれる場合もある。JFN 系列は各局で同一企業のものを放送する。現在過去1987年には富士山系グループなど主催のイベントコミュニケーションカーニバル夢工場87のパビリオンの一つに NTT ニューメディア探検隊ゲゲゲの北郎館が設けられていた関係で富士山系グループの日本放送で 夢工場ゲゲゲの鬼太郎時報が放送され、翌1988年には、同年7月23日に公開された映画、優春、オラシオンの宣伝のため、同じ日本放送で、ポーンのところが、馬の鳴き声に変わる時報が放送されていた、等が挙げられる。さらに、少子ではないが、東海漬物の、キュウリのキュウちゃんが9時9分を知らせる、時報 CM を、 東海ラジオで不定期に流している。少子ではないので、時報音はないが、時間が来ると、パーソナリティのトークの途中でも CM の放送が、始まる。また、JFN 系の平日21時には、少子の時報 CM を流している。週末は、土曜、日曜の一歩が、A 枠、もう一歩が、B 枠の共通時報 CM が流れている。ありがとうございます。